あ、こっちに、こっち乗り越えていくこともできる。お、そして行き止まりにはアイテムが。いわくつきの魔除け？それは魔除けなのか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、双剣山東の山頂に行こう。もうここから飛んでいいって感じかな。ペローン！鏡の世界に連れて行って差し上げます。双剣山入り口、行ける。おいし、行こう。ワーク。ウィスパー残ってますけど。はい、来たー。スザク蒼天山のあった場所に行けばいいんだよね。スザクさんってこんなところにいたんだね。あ、そっか、フィンちゃん初めてや。なんか赤い実がある。食べてみていいかな。え？ダメだと思うけど。行こう。乗っていくか。はい。そうか、ちょっと重たそうなやつもいるが、承知した。乗っていくがいい。また落とさないように。赤い実ってあれのことかな？あれ、みかんじゃない？ここはどこ？東の山頂？ちょっとどこだかわからないけど。うわぁ、怖い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 、追いかけてこないで、追いかけてこないで。とりあえずあれよね、行ける場所に行けばいいよね。というか、それしかないし。めっちゃ追いかけてくる。あれなよね、なんか、ドラクエになれとるけんさ、なんか、敵が追いかけてくるというのがすごく新鮮なんだけど。ここは一体ここは一体どこでしゃろうか。下？でも下から来たんじゃないっけ。あら？あ、降りた。降りたというか、落ちたというか。なんかこの辺じゃない？違うの？あ、いたいたいた。どうも。あ、違う！あ、なるほどね。大きな鳥さんの位置が表示されとるだけか。あ、待って、あれや、びっくりマーク。びっくりマークが見えてなかった。やめて、ついてこないで。妖怪ウォッチはあれなんかな？別に自分より強いとか弱いとか関係なく敵はついてくるんかな？あ、この子や、この子。あ、待って。ちょっと待ってね。あ、危ねえ。落ちんか、大丈夫か。行こう。双剣山の試練を乗り越えし者たちよ。麒麟様の西の山と、スザク様の東の山、どちらへ向かう？東。東の山だな。承知した。では参ろうか。あれないよね。多分この双剣山じゃないんかなって思うんやけど、あのトレジャーハンターのやつ。けん、この辺、なんかあの、灯籠とかあったらちょっと、その場所をチェックしていきたい。違うんかな場所。ん？これは一体、こっちから行けばいいのか？ん？中に入れるんかと思った。全然洞窟とかじゃなかったわ。番長が待ち構えている。あ、こんなところに。めっちゃ待ち構えてるよね、あれ。怖っ。あ、ヨーグルト。ヨーグルトどんどん増えてくやん。やったね。そして番長の目の前を通り過ぎていく。挑戦者にはなりません。お、なんかちょっと気づかれたっぽいけど。ん、降りた降りた降りた。ってことはやっぱり反対方向やったってことかな。いや、こっち行き止まり、行き止まりだわ。ちょ待って、どこだ、どこから行くんだ。迷子ですね。いやー、普通に、あー、危ねえ。いや、落ちないか。なんか番長うろつきよるし。どこ？こっちなんかどっか行けるところあるってことかな？ちょっとメラメライオンに焦って、あ、この上に行けるってことか。あ、行ける行ける。ふぅ。よし。行こう。メラメライオンや。さあ、進んでいくぜい。目的地は、あ、あんなところに。古びたコインを3個、やったー。やったー。あ、こっちに向かっていけばいいんかな。ピンとこんなー。
かめっちゃ落ちとるやん、いろいろ。コーヒー、牛乳、リンゴに。あ、めっちゃ落ちてるわけじゃなかった。あのキラキラと同じように見えとったわ、私には。あ、こっちの方向やね。おーし。どこだ？晴れ女。超経験値玉。晴れ女とか超久々に見た気が。かわいい。かわいい。多分この上に上がっていって、めっちゃ登れるやん。やば、人間じゃないね。人間じゃないね。あ、あんなところにアイテムが。取りたい。苦い漢方。ここから、あ、戻れる、すごい。やば。ジャンプ力すごすぎやろ。あ、こっちに、こっち乗り越えていくこともできる。お、そして行き止まりにはアイテムが。いわくつきの魔除け？それは魔除けなのか。いわくつき、なんか逆に呪われそう。あ、トーレ番長。マジか。やっ、めっちゃ声出てるけど。いくぜ。ていてい。こっちの方向、あ、こっちで合っとるか。ん？違うな。上？ここの上か？どうやって登っていく？どこから？あ、ん？ここや。行くぜ。やばい、スイスイ行ける。ドラクエの方がジャンプできん気がする、これ。あ、あっこにキュッピー。こっちってことやね。オッケー。ここの山頂よね。ここでいいよね。来ました。久々の到着。いっぱい登ったな。高い。何回来ても下を見ちゃうと怖いわね。ここ、最初に俺が源氏を召喚した場所か。思い出すと懐かしいな。うん。あれからいろんな世界を巡ったね。もうめっちゃ日に浸っとるってことかな。仲間もたくさん増えたしね。まさかケイタ君とこんな冒険するとは思わなかったな。俺もフミちゃんやみんなと世界を救うために戦うなんて思ってなかったよ。この妖怪ウォッチがみんなを繋いでくれたんだね。何みんな思い出に浸ってんの？そういや、ここでスダク蒼天弾を手に入れたとき、まだハリアは敵だったしな。妖精剣を手に入れて帰ろうと思ったら、いきなり四天同士と同期に襲われるんだもんな。あー、そっか、ここから帰ったときに、扉を開きっぱなしにされたんやったっけ。そんなことがあったの？でも今はもう一緒に戦う仲間だもんね。あ、まっちょらいことを言うな。俺はただ姫に仕えているだけだ。亡き洞穴の意志を継ぎ、鬼族の悲願を達成するためにもな。洞穴先生、もう完璧に先生呼びなんやね。許さない。空泣きにもうこれ以上誰も傷つけさせない。行きましょう。さあ姫、あまり時間がありません。覚醒の儀式は私が取り行います。ご覚悟はよろしいですか？うん。さあ始めましょう。夏目が夏目じゃなくなるかもしれんけん、みんな思い出話しよったんかな。妖魔界を滑る鬼族の姫、主か。我、今ここに、五つの宝剣を用いて、汝の魂を解き放たん。四天王寺が使いよった武器はどれ？一番右のやつ。偉大なる宝剣に宿りし五人の魔人よ。我が姫のもとへ集え。時は満ちた。今こそ長き眠りより目覚めよ。主か。おー、どうなるんやろ。その剣を使うな。何？誰？え？え？何？罠？え？あ、遅かったか。エンマ、邪魔をするな。何かが復活した。その剣では鹿は目覚めない。全ては空泣きによる偽りの伝承だったのだ。伝承まで？そんなとこまでいじるの？だと。怖い。空泣きを復活させるわけにはいかん。空泣きの復活を早めた。エンマ様。え？
そんなところまで情報操作が。うわ、やば。なんか剣持っとるし。止められなかったか。え、復活したの？だが、まだだ。はい、大丈夫。死亡フラグじゃないよね、それ。無駄なことを。死にそう。この時を待っていた。怖い。あらゆる世界、あらゆる妖怪が、私の思うがまま。え、復活した。なになになに、目からビーム的な。あ、違った。違った。やられそう。妖魔界の王です。天魔様やられそうよ。大丈夫、敵ではない。ほら、え、やば。え、消え去ったよ。死んだんじゃない、これ。やっぱり死亡。ほら、だって死亡フラグやったもん、さっき。回収したわ。余計なことをしてしまったせいで。あ、剣まで消えた。え、これはエンマが使いよった剣？ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかめっちゃ深刻なところで終わってしまったんやけど。ってことは次また新しい潮の突入ってことか。え？完璧に復活したってこと、空泣き。いやー、最悪やん。え？逆のことをしてしまった。